んにちは、メイランです。今回は 2B さんに移籍された岸優太くんについて、今後の活動がどうなっていくのか、11月、12月、そして来年1月の3ヶ月間の運勢を占っていきたいと思います。先日 2B さんの生配信で、岸くんの移籍が発表されていましたよね。東京ドームを貸し切って、平野翔くん、神宮寺優太くんの姿もありましたよね。久しぶりに3人の姿が見れて、皆さんもワクワクしながら配信を見られていたと思います。また再出発という形で、岸くんがナンバーアイというグループ名を名付けて、また活動を再開されるみたいですが、今後の岸くんの活動としてはどうなっていくのかということを今回は占っていきたいと思います。それでは占いに入る前に、いつもの前提なのですが、あくまで占いですので、占いからわかる観点で皆さんにメッセージをお伝えしていきます。内容を保証するといったものではございませんので、あらかじめご了承ください。これから鑑定に入っていきます。それではカードを1ヶ月ごとに2枚ずつ引いてみました。これから展開していきます。11月の運勢、12月の運勢、そして来年1月の運勢です。占っていきます。来年の1月に唐というカードが出ていることが印象的です。岸くんはこれまでのイメージ像を覆すような気持ちで、来年からは活動を再開されるのだと思います。それまでは準備期間だと言っても過言ではないと言えますね。これからカードを1枚ずつ説明していきます。まずは11月の運勢からです。11月の運勢では、まず1枚目にワンドの6というカードが出ました。このカードはトートタロットだと勝利という名前に変わります。このカードの寓意としては、頭に月桂樹と呼ばれる勝利を意味する王冠をかぶっているリーダーが描かれています。馬にリーダーが乗っているのですが、その後ろには群衆が描かれていますよね。この群衆はファンの皆さんと象徴することができます。それにナンバーアイというグループ名も岸くんが名付けましたよね。そうやって、グループのこともファンの皆さんのことも引っ張っていきたいと思う気持ちがこのカードに込められています。このカードは正しい評価を得て人気になることができるカードになりますので、新しく X のアカウントも開設されたみたいですし、徐々に岸くんとしての人気も高まってくると思います。ちなみにこのライダータロットを作ったウェイト先生は、このワンドの6に描かれている群れのことを従者と解釈しています。つまり岸くんが 2B さんに移籍されても、ついてくるファンの皆さんが多いということを示しています。これまでと変わらず岸くんが活躍していくことを暗示しているのではないかと思います。さらに皆さんのことを先導していくリーダーとして、また表舞台に立ってお仕事されることが11月に暗示されています。そして2枚目のカードでは、金貨の7というカードが出ました。このカードは再評価をしたり、不満があっても口に出すことができない時に出るカードです。このカードの寓意としては、作業を止めてたくさん実っている農作物を目にしている男性を示しています。この男性はなんだか不満足そうな表情をしているんですよね。つまり皆さんの前では完璧なパフォーマンスを見せることができていたとしても、本人の中では
満足いっていない気持ちになっているのだと解釈することができます。金貨の農作物がたくさん実っているところが描かれているように、ファンの皆さんからすると十分、楽しませてもらっているように思うのですが、岸くんからすると納得いかないように感じてしまうのかもしれません。なんだか1枚目のカードとは対照的な意味のカードが出たなという印象を受けますよね。ちなみに占星術的な観点から言うと、このワンドの6というカードは、獅子座の木星と対応しています。さらにこの金貨の7というカードは牡牛座の土星と対応しています。実は牡牛座と獅子座って相性が悪くて、ある意味葛藤しているような気持ちを象徴としているんですよね。11月は岸くんが見た目と中身のギャップで葛藤してしまいそうな暗示が出ています。そして12月の運勢では、まず1枚目にカップのページの逆というカードが出ました。このカードは非現実的で非生産的であり、時間を無駄に費やしてしまう時に出るカードです。岸くんはクリエイティブなことを考えることができても、それを形にすることができないと解釈することができます。このカードって芸術的な才能を持ち合わせている人物を示すのですが、それをなかなか言葉にすることができなかったり、皆さんに理解されることが難しいので、本人の中でもやっとした気持ちが残ってしまうんですよね。11月の運勢でもなんだか煮詰まっているようなカードが出ていましたよね。12月はさらに、岸くんの頭の中で思い描いていることが形にすることができず、一人で悩んでしまうことがありそうです。11月は岸くんがもっとこうあれば活動がうまくいくのにとか、皆さんに楽しんでもらえるのにと思う気持ちが現れていましたが、12月はさらにそれが迷宮入りしてしまいそうな暗示が出ているんですよね。さらにタロットカードを研究していたテイヤ先生は、このカップのページの逆のカードのことを憧れ、欲望、誘惑と解釈しています。つまり岸くんの中で憧れとなるような人物がいらっしゃると思うのですが、その方になかなかたどり着くことができないと解釈することができます。でもこのカードって基本的には非現実的、非生産的、そして無双か空想かの意味になりますので、岸くんが追い求めているものって、正直幻想的なものだったりすると思うんですよね。岸くんが追いつこうとしてもたどり着けないものだったりすると思うので、12月は岸くんの考えていることが全て現実になるとは言えない時期になってくると思います。12月は一旦岸くんは頭の中を整理して活動をしてもらえたらなと思います。そして2枚目のカードでは愚者の逆というカードが出ました。このカードは経験もないのに思いつきで行動したり、自由気ままに過ごす人物を象徴としています。この愚者というカードは、ザ・フールという名前です。おバカという名前のカードになります。つまり、岸くんの天然プリが炸裂する1ヶ月になるんじゃないかなと思います。本人は真剣に活動のことを考えられていると思うのですが、手当たり次第に何でも試しているような感じがうまくいかない原因なんじゃないと、このカードが暗示しているように思います。2B さんの配信でも、神宮寺くん、平野くんの前を岸くんが素通りして通過している様子が皆さんの前で、見られていましたよね。イメージ的にはこの間の一幕のように、岸くんが突然面白いことをやってみるというような印象がこのカードにはあるんですよね。今回は逆位置に出てしまっていますので、そういった岸くんのお茶目で面白い一面が、
失敗に終わってしまうと解釈することができます。だけどファンの皆さんからすると通常通りの岸くんの姿が見られる1ヶ月になるんじゃないかなと思います。12月も、ファンの皆さんに見せる姿と、岸くんの頭の中とでギャップが生まれてしまいそうな1ヶ月になるんじゃないかなと思いました。そして来年1月の運勢では1枚目にソードのナイトの逆というカードが出ました。このカードはスピード重視で行動してしまって機転が利かない時に出るカードです。つまり岸くんだけが急いでしまって周りの人たちを置いてきぼりにしてしまうような意味になります。例えば神宮寺くんと平野くんの意見を聞かずに空回りしてしまうような出来事があるのかもしれないですね。このカードが出た時って、協力し合ってお仕事しなければいけない暗示になるのですが、一人だけ突っ走ってしまって周りのことが見えなくなってしまう解釈になります。1月は岸くんは落ち着いてお仕事を進めていくのが良いと思います。11月12月の流れを見てみても岸くんは何でもやりたいと思うような気持ちに駆られてしまっているのかもしれません。一人で空回りしてしまっているので、3人で活動をしているという意識を持って活動することができたらもっとより良い活動ができるんじゃないかなと思います。そして2枚目のカードでは唐というカードが出ました。このカードは既成概念を壊したり大きく入れ替わることを意味しています。つまり岸くんが大きなイメージチェンジを遂げることを暗示しているのだと解釈することができます。King&Prince さん時代の岸くんではなく新しく生まれ変わった自分を見せていくのではないかなと思います。ナンバーアイの岸優太くんとして、皆さんに方向転換させていくようなイメージで見せていくのではないかなと思います。大きくビジュアルが変わるような予感がします。ちなみにウェイト先生の解釈だとソードのナイトのカードが出ている時に隣接するカードが破壊的なカードだと死のイメージを連想させると解釈しています。死というと皆さん怖い印象を持たれると思うのですが新しく岸くんが生まれ変わった姿で皆さんにパフォーマンスを見せてくれるのではないかと思います。このカードは壊れるべきものが壊れて新しいサイクルが生み出されるカードになりますので結果的にはいい方向性で岸くんがまとまっていくのではないかなと思います。11月から岸くんはどこかモヤモヤした気持ちが残ったまま活動を続けられるのではないかなと思うのですが1月はようやく岸くんが新しい自分を見つけられるのではないかなと思います。そこで岸くんは自分が納得できるような自分で変化を遂げることができるんじゃないかなと思いました。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。岸くんが活躍するようなカードも出ていたのですが岸くんは心の中のジレンマがあるみたいですね。1月から大きく何かが変わるみたいですし、そんな岸くんのこともこれから応援し続けていきたいなと思いますよね。それではこの動画をご覧いただいて私に個人鑑定をしてもらいたいと思われた方は概要欄に詳しい詳細が載ってありますので気になる方はぜひチェックしてみてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。